はい、どうも皆様、桑でございます。おはようございます。本日はですね、2019年を振り返ろうのコーナーです。本日はですね、2019年を振り返ろうというコーナーなので、僕が行ったね、旅先とか、ちょっとまとめというかを、もう12月31日なのでちょっとだけできればいいなと思っております。今年もですね、広告系の会社に勤めながらも結構海外旅行というか結構旅には出て、かなりね、少数民族とも出会うことができました。で、まず最初に行ったのは、本当は転職しようと思って、なんかいろいろブログには書いたんですけど、マレーシアに行ってきまして、マレーシアでね、仕事を探しの下見というか、で、まあ、実際にね、マレーシアで職場というか、マレーシアの向こうの職を探してる代理店、なんかエージェントの方に会ったりして お話を聞いたりもしたんですけども、まずね、6月ぐらいかな、マレーシアに行きました。で、マレーシアでは詳細はね、マレーシアの詳細はブログ内でね、マレーシアの旅を、ご紹介しておるので、ぜひ見ていただければと思うんですけども、マレーシアではですね、仕事探しの他に、まあ、近場で観光とかもしてきて、今までの旅とは違う普通の海外旅行をしてきました。で、マレーシアって、まあ、観光地どういうとこなのかとか、マレーシアでパッと行くなら、クアラルンプール周辺でどこを旅をするならこの辺っていうところを見てきました。写真を今出してると思うんですけども、結構観光したところに行ったりして、まあ、写真の旅でもなければ、写真というか普通に写真は撮るんですけど、写真目的の旅でもなければ民族に合う旅でもなかったので、まあ、そんなに気合い入れて写真は撮ってないんですけども、まあ、かなりね、いろんなとこ回れて、マレーシアの雰囲気というかはすごい分かったつもりでおります。で、まあ、実際にね、行ってみて下水とかの匂いが結構したりとか、なんか蒸し暑さとか湿度の高さとかがすごかったんで、本当にみんな移住したいって思うぐらいの感じでした。なんでね、移住を考えてる人は一回その前に行った方がいいと思います。で、まあ、マレーシア編は、まあ、ブログを見ていただければと思うので、こんな感じなんですけども、9月ぐらいですかね、もう飛んでニューカレドニアとバヌアツに次は行ってきました。ニューカレドニアとバヌアツは少数民族に出会う旅で、特にね、バヌアツのタンナ島っていうところでは本当にね、そういう風に暮らしている人とか、あと、まあ、観光用にちょっとオーガナイズされた民族の方とかにも会うことができて、実際に写真も撮らせていただきました。で、動画の方もね、 YouTube に貼ってあるので、ぜひご確認いただければと思うんですけども、結局ね、タンナ島とか離島の方に、バヌアツの離島の方に行っても、中国のお金とか日本のお金とかオーストラリアのお金とか、まあ、結局は観光地になりうるところなので、どうしてもお金が入ってきて、そこそこやっぱり観光っぽくなっちゃってるっていうのが事実というか、なんかもうそのままの暮らしをしてくれてる人にどっちかっていうと会いたいのに、観光のためにわざわざ踊ってくれたりとか、まあ説明してくれて火を起こしてくれたりとか、なんか別にそういうのにいいのになって思いながら見てました。で、ニューカレドニアでもね、チバウ文化センターっていう、まあ、オセアニア周辺の文化を集結させたミュージアムみたいなところにも行ったりして、まあ、僕ぐらいしか多分本当に行かないと思うんですけども、まあ、外観が美しかったりとか、民族の歴史とかも学べたりしたので、僕的にはすごい興味深いものだったりしました。このね、ニューカレドニアバヌアツの旅というか旅行記みたいのも概要欄に貼ってありますので、ぜひ確認いただければと思います。次の旅がラオスですかね。で、ラオスにも少数民族に実際に会いに行って、ラオスとか東南アジアの方が実際にね、その形のまま実際に少数民族として暮らしている方が多いので、本当にね、その時の体験というか少数民族としての暮らしを自分自身が体験することができたと思います。民族の方にね、民族の方は民族衣装着ていらっしゃらなかったんですけども、着て、わざわざ着てもらって、その写真撮影もさせていただきました。で、本当にね、黒の衣装が印象的で、なんか色も映えるというか、なんかこうポップではないけどシックに
ちゃんと色が生えていて、ちょっとよく言ってる意味はよくわからないんですけども、その民族の暮らしというかも垣間見れて、写真も撮らせていただいて、充実したラオス旅行でした。まあ、観光用の民族というよりかは本当に暮らしている民族だったので、楽しかったですね、そっちの方が。今年もね、国内旅行というか長崎とか、もろもろ行ったんですけど、まだ長崎の動画は全然出してないんですけども、長崎も行ったりしたので、まあちょっとまとめてね、年明けにでも出そうかと思っておりますので、ぜひ長崎でペンギンと戯れる動画をお待ちいただければと思います。最後行ったところが香港ですね。まあ香港はデモがあって、なんか僕の友達とかに言うとかなり危ないよって、危ないから行かない方がいいんじゃないとかって結構言われたんですけども、本当に君たちは何を知ってるのって思ったので行きました。自分の目でね、実際見てみないと香港の現状とか、そういうなんか危ないのか危なくないのかっていうのも分かんないし、なんでそんなニュースも大して見ない、君たちがそんな香港が危ないよなんて言えるのって思ってしまったので行きましたですね。香港に行ったのは11月末12月頭で行って、香港の選挙が終わった1週間後だったので、まあ、基本的に落ち着きがあって、観光客も、まあ、日本からの観光客はいなかったんですけども、まばらに他の国から来てる観光客とかもいらっしゃったんで、まあ、だいぶ香港も復活してきてるのかなっていうところを伺いました。そう、僕が行った1週間後に、僕が行った場所で実際に大きなデモがあったりして、なんかいろいろ考えさせられた旅だったかなと思っております。旅の内容的にはこのぐらいで、サクッとね、今年を振り返ってきたんですけど、僕はですね、本格的に YouTube を上げたのは11月ぐらいからかな、なんですけども、チャンネル登録者100人超えていただいて、登録していただいている皆様本当にありがとうございます。来年もね、旅を続けていきます。来年の旅はですね、台湾から始まって、まあ1月の中旬に行こうかなって考えてて、まだ全然飛行機のチケットも取ってないんですけども、来年は台湾から始めて、まあ世界各国ね、いろんなイベントとか、そういうまあちょっと情報を知りたいところとか、そういうところにどんどん行けたらいいなと思っているので、ぜひね、来年もご視聴いただければと思います。で、まあ旅だけじゃなくて、キャンプの動画だったり DIY の動画もちょっとずつね、上げていければいいかなと思っておりますので、新たにね、いろんなことに挑戦しながら、楽しいことを YouTube に上げれたらいいなと思っておりますので、来年もぜひよろしくお願いします。2020年も良い年になりますように、皆様今後ともよろしくお願いします。ではまた、次の動画でお会いしましょう。